こんにちは、みやこです。今回はこちらの HG シナンジュスタインを全塗装しました。黒立ち上げという予定だったのですが、いざ完成してみるといろいろ失敗していて、ウェザリングみたいな感じになってしまいました。なんでこうなってしまったのかも説明しているので、皆さんはこのシナンジュのようにならないで欲しいなと思っております。それではご覧ください。我が家ではこうやって部位ごとに分けて保存しています。仮組みはこんな感じです。組んでないんですが、まあ多めに見てください。今回はこちらのパテを初めて使いました。パテを使って合わせ目消しをやっていきます。ムギュット感が接着剤より出やすいかなって思いました。そして乾いたら棒ヤスリを当てて、基板のヤスリで磨いていきます。ビフォーアフターはこんな感じです。ちょっと分かりづらかったので、こっちも作業を見てみます。ナイフで削って棒ヤスリ当てて、仕上げに400番のヤスリで整えて、こんな感じです。埋まってしまったモールドはこうやって筋彫り用の道具で深くしてあげましょう。続いてはこうやってゲート処理がえぐれてしまった時にもパテを使って埋めてみました。こうすると結構綺麗になったので、これからも使っていきたいと思います。そしてパーティングラインの処理をしていきます。これあるとないとでは完成後の見た目が結構変わったので、見つけたら消すようにしています。初めて面出しをしてみたのですが、あんまうまくいってないかなって感じです。面出しとはなんかエッジを際立たせるためにやるんですが、なんか全然あんまりうまくできませんでした。HG にしてはパーツが多めな気がします。それでは ASMR をお楽しみください。ペグに刺してエアブラシしていきます。下地はこのサーフェイサーを使って、下地兼黒塗装厚塗り防止のために1回で終わらせました。今回は色指定通りになるべくやっていきたいと思いました。茶色が足りなかったので足しました。1回拭いて15分ぐらい経って2回目を拭いています。次の色はこんな感じのレシピです。こんな感じになりました。これも2回拭きしました。続いてはこの色ですね。これ二度と同じ色は作れないので、いつも朝食するとき多めに作りすぎてしまいますね。この暗い部分の色が作るの結構難しかったですね。ちょっと暗すぎたかなって感じです。本体の部分なのですが、グレー色を作りすぎたので、そこにホワイトを足してみました。1回目はこうやって真ん中にふわーって拭く感じで終わらせます。何回も塗り重ねていくのが大事だと思うので、1回目はなんか拭けたかなっていうぐらいで終わらせてます。
エアブラシは 0.2 を使ってます。 0.2 は出る塗料が小さいので立ち上げに使ってます。まだまだ下手くそです。あ、もう塗料が濃すぎて、やってる時は良さげかなって思ったんですけど全然ダメでしたね。で3回目拭いていきます。エッジの部分に色をつけないように、ほら3回目も粉が飛びすぎちゃって全然なんか思うように拭けなかったですね。でもそのまま続けちゃったっていう、ほんとなんかどうしようもない性格です。なんか色が微妙だったのでこれにグレーを上に拭いてやり直ししてみました。厚塗りになっちゃうんですけど、まあ似合わない色塗るよりかはいいかなと思ってやっちゃってます。そしてこれ模様部分をエナメルのホワイトで塗りたいと思います。墨入れしていきます。この線にピンって置くだけでスーって流れ込むのが結構気持ちいいですね。筋彫りしたラインにもうまく入ってくれました。これ楽しいですよね。でさっきエアブラシでエナメルを拭いたところを爪楊枝を使って消したかったんですけど、なんかもう全然うまくいかなくて、エナメル同士なんですがブラックを上塗りしていくことにしました。でもこっちの方が良かったのかな。上の模様部分を筆塗りするか簡単なのかなって思いました。このフォーアーティストマーカーを使って部分塗りをしていきます。このギラギラ感たまんないですよね。エナメルのレッドでもマスキングするのがめんどくさい部分にはこうやってエナメルを使って塗り分けてみました。乾いたら爪楊枝とエナメル溶剤使って拭き取っていきます。今回この立ち上げした部分の塗装が濃かったので表面がザラついてしまって取るのに結構力入れちゃいましたね。フォーアーティストマーカーで塗った部分って爪楊枝でやるの結構難しいんで、こうやってナイフで取ることにしました。めちゃくちゃ緊張しました。もう力入れないのが大事です。もう組み立ててみましょう。これ失敗です。失敗というか歪んじゃったんですよね。食洗機で多分熱が強い部分に置いちゃったのかなって感じで、この足の膝のところのパーツもすごい曲がっちゃいましたね。今回使ったデカールはこちらですね。切り離してマークセッターを貼りたいところに塗っておきます。密着度が増しますね。私はピンセットでデカールを取っちゃいます。で決まったら爪楊枝で水分抜くっていう感じですね。綿棒は100均のやつです。艶消しを拭いていきます。艶消しは一度塗りで関節部分は曲げて拭いてない部分だけ二度塗りしてます。なるべく薄く拭いてます。出来上がったので組み立てていきます。よし完成です。どうですか、立ち上げっていうよりウェザリングした感じになってしまいました。
付属しているブキたくさんあって、しかもそれらをつなぎ合わせることで強い武器になります。結構バリエーションが豊富ですよね。最後まで見てくださりありがとうございます。なかなか失敗してたと思います。こことかここですね。あとなんか立ち上げにはあんま見えないですよね。指南寺のリベンジとしてまた別のガンプラで立ち上げをしたいなと思っています。この動画が良かったらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。次の動画も作っているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。では。